ロード第9節2戦目読売ジャン。さあそして打席には坂本が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面、まあ、ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど。低め打った、一塁アウトでスリーアウト。さあそしてバッターボックスには柳田が入っています。さあワンアウトになりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあこの辺りで中押しできるとスタンドに入ります。打ち上げた、ここは打ち上げています。抑えてツーアウト、ツーアウトランナー二塁となり、2番バッター山田。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。初球から打っていった、サードが抑えた、一塁アウト、これでスリーアウト。なんとなんと見事な完全試合。